武田コーチ VS ザック・ゼイン両選手の入場です。まずはザック・ゼイン選手から軽量級に乗っていただきます。ザック・ゼイン選手 70.95kg クリアです。クリアしました。そのまま写真撮影大丈夫ですか。さあそれでは武田選手お願いします。武田浩二選手 70.75kg クリアです。クリアしました。今日も武田浩二選手仕上がった肉体を披露しています。さあそれでは正面を向いてのまず両者並んでファイティングポーズあるいは自身のポーズをお願いします。写真撮影です。昨日の公開インタビューでは緊張感を見せていた、ヒリヒリした緊張感を与えていた武田浩二選手です。そしてザック・ゼイン選手はハワイのトライアウトで最終選考に残った選手でもあります。サメやライオンになって戦おうと思っていると宣言しています。日本でキャリアを終えたいとも話をしているザック・ゼイン選手、親戚は日本人だそうです。さあがっちりと握手を交わしました。両者フェイスオフです。武田選手は前回ジョニーケース戦で見事な試合を見せてくれました。今回もジャーマンは見せてくれるんでしょうか。あのジョニーケース戦、まさにこれぞ男のジャーマンというスープレックスを見せてくれました。今回の戦いバックについたらヘラクレスジャーマンを披露するかもしれません。両者の戦いです。ありがとうございました。